皆さんご機嫌いかがでしょうか。フジャンです。今度ね TTFC の仮面ライダー忍びとかの新作にも客演する仮面ライダーゼクロスということで、まあ割とゼクロス今熱いんじゃないかなと思うんですけど、僕もね最近昭和ライダー熱が再燃しておりまして、なんかお手頃な価格でクオリティの高い昭和ライダーを揃えたいなと思いまして、このゼクロスをまず一人目として買ってみました。これはですね2007年の2月上旬に発売されたハイパーディティールリミテッド第3弾の仮面ライダーゼクロスということで、これ食玩だったんですよね。税込みが330円ということで、まあ当時の、330円の食玩半端ないですね。これ顔も結構いいですし、まあ、実際のゼクロスよりちょっと可愛らしい印象もありますけども、そうですね、この全体的なこのレッド、この赤いカラーリングっていうのが基本的に成型色で再現されているので、まあそこはちょっとチープだなと思うんですけど、まあ、食玩フィギュアということで、まあ割とちょっと目をつぶってみれば全然納得のクオリティだと思います。でこのマスクなんですけど、この前後でね、ちょっと分割線が入ってまして、で後頭部に関しては体と同じく成型色のままに見えるんですけど、このね前の方は赤がちゃんと塗られてるっぽいんですよね。色がねはっきりこの前後で違いがわかると思うんですけど、ちょっとここも若干違和感があるといえば、うん、そうですね、ありますね。これで目は複眼のパターンもうっすら綺麗にこう見えますね。うん、かっこいいかっこいい。一応このね右手と、これマフラーは別パーツっていうか、別になってビニールの中に入ってたんですけど、それ今合体させた状態です。そして台座ですね、まあ、一応ねゼクロスは、ガシャポンで、まあ、同じ頃に出ていたアルティメットソリッドとかにも、収録されてなかったんで、まあ、入手するとしたらこのハイパーディティールリミテッド、または、この5年後の2012年に出た HDM 壮絶、そちらの方にもゼクロスが入ってまして、僕はねそっちの HDM の方のゼクロスが欲しかったんですけど、ちょっとポージングがねほぼ同じなんですよね。若干そっちの方が体のシワとかが結構細かく入ってて、そのスーツのこのゼクロスのちょっと柔らかそうな感じがよく出てるなと思って、ちょっとそっちが欲しかったんですけど、まあ間違ってこっちをね買っちゃったけども、でもまあこれもこれで結構満足してます。そしてね、これです。この触覚がね、このアンテナが別パーツになってる、このちょっとランナーパーツみたいな感じでなってるんで、これをね取り付けていきます。はい、というわけでアンテナを差し込んでみたんですけど、ちょっと短めですね。短く見えない角度を試行錯誤したんですけど、まあちょっと今ベストはこんな感じかな。まあまあちょっともうちょっと目が慣れてくれば違和感もだいぶ減ってくるのかもしれないですけど、今ねちょっと差し込んだらびっくりしちゃった。でもまあこんなもんでしょう。ゼクロス、ちょっとねせっかくなんでね HDM 壮絶の方のゼクロスも、まあ機会があれば手に入れてみて違いとか見てみたいところではあるんですけれども、でちょっとマフラーが割とポロリしちゃいやすいな。くっつけようかなこの辺。どうでしょう。まあでも基本的に塗装の省略とかはあんまりないし、まあ、これがフル塗装で改造とかしてアンテナとかも修正しちゃえば結構いい感じになるんでないか。まあ、ちょっとね個体差もあって、僕の若干変形しちゃってるんでね、台座をつけても割と調整しないと立たない状態なんで修正を加えようと思うんですけど、とりあえず、割と概ね満足しております。いやでもこれがさスーパーとかに売られてたってさ、もうその頃に財力があれば
もう全部買ってたのにね。当時2007年というと僕まだ小学生とかですからね。まあでもその頃のフィギュアをこうして今大人になって手に取ることができてとても幸せでございます。仮面ライダーゼクロス。まあ割とね、立体化の順番もね、二の次三の次っていう、まあ後回しにされやすいライダーですので、まあいろんなシリーズで結局ゼクロスは出ずに終わって打ち切りになっちゃったっていう、そういったおもちゃがいっぱいありますからね。懐かしのその食玩とか、ガシャポンも、紹介していけたらいいなと思います。逆にソフビ魂とかだとスカイライダーが出てなくてゼクロス出てるとかね、まあなんかあの辺がしっかりと揃うっていうのは割と奇跡なんで、うん、一応これゼクロスを手に入れる、にはこの HD リミテッドか HDM 壮絶の方のゼクロスの2択になっちゃうんですかね。まあ、ちょっとこのサイズでクオリティの高い昭和ライダーをちょっと今後もリサーチして集めていきたいと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。仮面ライダーゼクロス、およそ16年くらい前の食玩フィギュアでした。さようなら。